土砂が崩れ落ち、海水を押し上げ、超巨大津波が発生。莫大なエネルギーを保ったまま、時速640キロで突き進み、わずか30分でオアフ島の中心地、ホノルルに到達。山のような津波が襲う。そして、近代的な高層ビルが立ち並ぶホノルルの街を一瞬にして次々と飲み込み、逃げ惑う人々を嘲笑うかのように跡形もなく消し去ってしまった。地球温暖化の影響で世界的に海水の水位が上がっている現在、津波の被害はさらに大きくなることが予想されます。津波に対し警戒しすぎるということは決してないのです。そして現在、津波による大打撃を受けた各国では、その侵入を阻止するため、沿岸部に強靭で高さのある防護壁や水門を設置。さらには、全世界に警告が届くような津波警報システムの開発も行われている。こうして、津波に対する防護対策が全世界で急ピッチに進められているのである。